ランディ、バースさん、長旅だったね。阪神が球団初の日本一になった1985年の中心選手、ランディ、バースさん、69、も38年ぶりの栄冠を喜んだ。やっと勝てた、長旅だったね、と完売もひとしおだ。岡田監督とは家族ぐるみの中で、奥さんの陽子さんは英語がペラペラでね、よく一緒に食事をしたな、と目を細める。今年3月に始球式のため米国から来日した際には、岡田さんは勝ち方を分かっている。優勝できるよ、と期待をかけていた。チームの動向は記事を読んでチェック。投手が良かった。若手がいいし、これから長い間活躍できると思うよ、と太鼓判を押した。ホテルから出ることができないくらい大勢のファンが詰めかけて、みんな興奮していた。と思い返す85年の日本一。今年もそれに負けず劣らず、阪神ファンは熱狂した。世界一のファンのために、もう一度日本一になってほしかった。私も遠くから喜んでいるよ。ゴローロックをナムナ。バースなら今でもホームラン打てそう。今後の外国人についてはノイジーの再来とか言うの？インタビューで岡田監督が前回は27歳の時とか言っててなんかびっくりした。いくら何でも一度優勝した後低迷しすぎ、普通は数年程度は優勝が続くか優勝争い程度はするものだが、次の日本一時にはノイジーがレジェンドとしてコメント残すんかな。割と連覇あるんじゃね。阪神は若手育ってめちゃくちゃ良いチームだわ。ほんとこれすごいよな。あのバースがいた時以来の日本一、しかも長いプロ野球の歴史でまだ2度目だぜ。ホームランは王子の壁に阻まれ、チームからは剣もほろろな扱い受けたのにな。どんだけ精神なんだよバース。バースといえば子供の頃に見たヒゲ剃りの CM しか印象にない。ご視聴ありがとうございました。